はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、プヌシのピオタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。現在ね、日付で言えば、はい、見ての通り12月25日クリスマスでございます。皆さんメリークリスマス。まあ時刻はね、朝の2時なんですけど、やっていきたいと思います。今回はですね、深淵の塔、不死の王、そしてね、深淵の試練、多分この後にね、今までのパターンだと出てくるんで、そちらの方をやっていきたいと思います。パーティーは全体で表すとこんな感じ。まあマガン、ショウちゃん、新春恋し、新玉で、控えの方にレイム、大妖精、オキナで、ゆかり様ですね。まあどちらかというと裏方のキャラクターがサポートキャラなんで、適宜入れ替えていく感じですね。はい、とりあえずやっていきましょう。ちょっとね、不安なのは、基本的にアタッカーしかいないんで、そこが一番の不安のところではありますよね。さて、どんどん敵が強くなってくるんで、新玉じゃ削れなくなってくるっていうのが、でかいところです。あとは、普通にね、ダメージカットのキャラクターがいないんで、そこがきついところではあります。これは、まあ、ロールシャッハは打てますね。打っときましょう。てか、打っといて損はないですからね。SP 回復しますし。で、誰だこいつ。端っこのキャラクターですね。オーウェン。速度を上げるやつですか。まあ自分だけなんでまだいいですけど、邪魔ではありますね。で、とりあえず防御を下げます。で、一番最後のボスまでに、ボスでね、キャラクター入れ替えるんで、そこのところまでですね。で、サイトオブナイトメア。変えるのはマガンだと思われますけどもね、ドンと。おー。とりあえず、自分の攻撃&防御を上昇させて、忘れてましたけど、あれを、能力を見ていきましょう。リッチ。おー、お金持ってそう。そっちのリッチじゃないことは分かっててもお金持ってそう。え？うわ、マジですか。死の宣告。TP1 の技ですね。敵単体に割愛ダメージを与える。で、最大 HP の 70% を削ってきますか。TP 技やばいですね。で、ディレイ2のやつで、魔物を召喚。で、ディレイ1で、味方全体に気絶回避。あ、別にいらないか。気絶技なんて今んとこ持ってないですもんね。とりあえず、攻撃をして雑魚を、まずはね、処理していきましょう。バンデットが確か全体にバフ貼りますよね。あ、こいつレイスだわ。バンデットはあれか。別のやつ。うわ、サモンコールに。不死の秘術？ちょっとストップ。ちょっと見てなかったぞ。見れないぞ。どこにあるんだよ。不死の秘術？どれ？わかんないな。とりあえず、CT カットをボスに入れましょう。で、マガンの番に来たら変えましょう。まあ、とりあえず削るべきはこいつか、アークキマイラ。メガグラビティ。あ、でもマガン結構いい感じになったな、これ。適度にダメージを食らって。撃ちましょう。ですよね。まあ、3000近く出せるのはでかい。ここで入れ替えましょう。これは速度バフとかをね、かけられる。まあ、うお、マジか。くそ、TP カットをね、してなかったから。とりあえず、オキナに変えましょう。ダメージカット要因を入れてないのが、レイムが一応障壁貼れますけど、それでもきつい。敵が動く。チャージ。からの、ロールシャッハ。いけ。うわー、耐えてる。で、全体の攻撃と速度を下げる。これが一番でかい。で、全体に障壁。そこから、攻撃などを上昇させて、どうしましょう。次、TP 技を打って、
TP 溜まってる3体を減らしましょう。お、あー、うまいこと、他のやつも死んだな。で、属性エンハンスを、あれ、マガンの SP が、マガンの SP、48か、じゃあ撃てないな。じゃあ、属性エンハンスはレームで。で、それの状態で攻撃は、レームに入れて、速度だけは、あれに入れましょう。速度だけは小石ちゃんに入れましょう。で、アナキーバレッドヘル。オッケー。雑魚敵は削りましたね。で、こっちが動けないから、スーパーディスパースレイ。こっちを撃ちたいんで60まで貯めましょう。で、一回休んで CT カット。オッケー、でかい。で、TP は溜まってないんで防御を下げておきましょう。オッケーオッケー。75下げて、サモンコールされて。ダークブロー。あー、倒れちゃったか。残念。どっちをやるか。大妖精にしておきましょう。大妖精でも、召喚じゃねえわ。出したばっかはね、そこまでなんですよね。やばい。敵に先に動かれるとこれはやばいぞ。まずいですね。TP 溜まってるんで、割愛攻撃が飛んでくる。CD カット。でかい。で、炸裂攻撃 &TP 削除。TP ダメージってでかい。で、全体に HP &SP 回復を入れて、全体の攻撃と防御を下げて、で、これは敵の攻撃とかを下げた方がいいですかね。もうこれ以上速度は下がらないですか。で、ロールシャッハは、さっき撃ったからレームにまた属性エンハンス入れましょうか。で、攻撃上昇もレイム。1上がった。1? で、速度は、ここは大妖精に入れましょう。まあ、すぐ多分マックスに近い状態にはなると思うんですけど、しょうがないと。あ、てか、沖野に入れる手もあったんですか。すっかり忘れてましたけど。オッケーオッケー。いい感じのダメージですね。で、あーやばい。ここに、こいつに撃つべきではなかったけど、とりあえず攻撃と速度を下げる。攻撃を下げましたね。で、防御を下げる。防御もこれ以上は下がらない。で、あ、大妖精いると安定するな。全体を下げる。で、ロールシャッハだけ。え?ちょっとログ。リッチャー倒れそうになったが耐えた?耐えんなよ。これか。なんか不死の秘術みたいなの。そういうことか。厄介でしたね。これ、今の段階で出てきてるからいいものの、将来もっと強いところで別の厄介な敵と組み合わせて出てこられるとやばいですね。で、ちょっとパーティー変えていきましょうか。アタッカーとして小石ちゃんとかは入れておきたいんで、大妖精と、あと沖縄を入れておきましょう。この二人はサポートとして優秀だと思うんで。まあ、唯一バフカットを誰も使えないのが残念ですけど、行きましょう。ちょっと怖いな、これ。バフカットじゃないわ。障壁だ、もう。完全に色々間違ってんな。能力。とりあえずディレイ3で全体の攻撃速度。で、攻撃時に CT ダメージ。で、炸裂攻撃で CT カット。ああ、なるほどね。OK です。で、発症心、将来。早いことね、とりあえず、数を減らすのが一番ですね。効かないな、やっぱり。CT にもダメージ当ててくる方が確実に怖いですからね。全体に攻撃と。とりあえず、まあ、全体をやってくるのはまずいんですけど。よし、沖縄の方が先動きましたか。属性エンハンスを小石ちゃんにかける。オッケーオッケー。いい感じですね。で、単体攻撃も、小石ちゃん。で、速度も、小石ちゃん。もう完全に小石ちゃんを優遇しますよ。で、アナキーバレットヘル。あ、やばい。バンキのやつが溜まってますね。早いこと削らないと。で、チャージ。二人が溜まってるから、早いこと削れ。さすが。ありがとうございますっていうレベル。で、地味に、完全に忘れてましたけど、ひまわりの見る夢、能力減少 100% 回復もでっかいですね。
で、これは、もう一回能力見ましょうか。能力現象を回復する技を、ヨシカさん持ってますか。で、属性攻撃の強化。で、これは攻撃するたんびに能力が上昇する。ヌエですか。全員厄介ですけど、バフを消してくるヨシカさんが一番厄介な気がするな。おーっと、攻撃を上げてきた。とりあえず、ヨシカさん集中狙いで行きましょう。CT カットは縦に当てられる数だけ当てる。で、属性攻撃はしょうがないとしか言いようがない。で、バフカットは、炸裂攻撃はこう当てれば OK ですね。で、防御を下げる。くー、今防ぎましたよね。どっちかが防ぎましたね。で、全体攻撃。そこからの、ヨシカさん集中狙い。OK、いいダメージ。ここで来ますか。これ以上動かれると厄介。あと、普通にダメージが高い。ひまわりの見る夢。助かる。助かりますね。で、シルバンダジョン。で、そこからの、ヨシカさん狙いましょうか。で、スーパーエゴとかは使えないですけど、ロールシャッハ。オッケー、ヨシカさん削りました。これで、あとはバフが、デバフがね、敵へのデバフが入るだけ入りますから、そこ強いですね。で、属性エンハンスは、誰に入れよう。新玉が確か次、出せましたよね。で、攻撃と防御、攻撃と速度は小石ちゃんにかけましょう。あは、間違えた。やーべー、今、速度バフかけられてなかったですよね。しまった。オッケーオッケー。で、攻撃を上げて、オッケーですね。これで勝てますね。おお、1万7000とか入りますか。で、また能力。で、ルーミアが、トータルイクリプス。これが属性強化ですか。で、おっ。ディレイ3で、属性をランダム変更。これはこれで厄介だな。万一ね、これで断り属性にでもなられたら、結構厄介なキャラクターになりますよね。新力とかはまだ対応が効きますけど、とりあえず、属性のやつを上げてくるルーミアから削りましょうか。はい。じゃあちょっと、時間がね、ちょっと録画時間怖いんで、一旦切って再開したいと思います。はい。ということでね、ちょっと一旦切らせてもらいました。まあ、さすがにここで録画ミスをやらかすのはね、ただの、ちょっと愚の骨頂みたいな感じなんで、そこのところだけは、ちょっと、すいませんとしか言いようがないですけども、とりあえず、心さんに動かないように調節してもらうしかないですよね。で、ルーミアを集中狙い。で、シルバンダジョン。くそー、心さんが、これが効かないというか、とりあえず、でも、トータルイクリプスやられましたね。で、おお、耐えるんだ。ムーンライトレイ、耐えて、でもこれは、ですよね。そして今恐れてたこと見えましたよね。ここで、ほら、心さんが断り属性になっちゃったじゃないですか。なんでね、一応、出すキャラクターは、ゆかり様に。で、速度バフは、かけ忘れてましたけど、一応こっちはゆかり様にしておきましょう。ゆかり様全体のバフ貼りますからね。で、バフカット。OK。で、CT 増加は小石ちゃん。OK ですね。で、スーパーエゴからの、チャージしましょう。井戸の解放からの、ロールシャッハ。くぅ、属性的な相性のせいで、なかなかですね。で、生と死の境界。まあ、長いとはいえ、結構、危険な戦いはしてますよね、今。全体攻撃より単体攻撃。よし。で、
と属性はもう変えちゃいましょうか。発祥神将来を使って、まあもう意味ないでしたか。で、とりあえず闇に変えておきましょう。オッケー。おーっと読めないけども。で、これで、ちょこちょこと削るのが一番いい手かな。単体攻撃。で、こっちは CT カット入れましょう。そこから、あ、使えない。単体攻撃で沖縄を上げて、で、その状態で属性エンハンスを沖縄に入れて、これで殴ればいけるんじゃないかな。えい。耐える。まあ、とりあえず、これで、おしまいでしょう。ふぅ、長かったですね。はい、ということでね、お、村正。村正、かっこいいな。っていうか、今のところ全部、あれなんですか、上位のやつは完全に刀ですよね。これ、村正やら、あれ、村正以外に見つかんない。あ、他のキャラクターが装備しちゃってんのか、今。村正とおにぎり丸とみたいな感じですよね。漢字ばっかりのやつ。じゃあ、今回はここまでといたしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。